はい、皆様こんにちは。キアの大冒険シーズン2、機材も心も頭もアップグレード。カナダにね、高校卒業して行ってパイロットの免許取りに行って、また次の訓練をやろうとしたんですけど、コロナでね、ビザの延長できなくて、そっから3年が経ちましたね。すごい、もうすごい長かったです、本当に。自分の行動力とか、そのエネルギーも、日本じゃうまく使えなくて、なんかね、すごくストレスに感じた3年間になったんですけど、まあなんか自分のことをもっと理解した3年間になったと思うので、今日からまたね、新しくやっていきたいと思います。今回のカナダ出発なんですけど、なんと今回はね、2年間行くことになりました。それではね、あんま説明してる暇がないので行きましょう。はい、ということでね、借りてきました。ロケバスかよ、ロケバスかよっていう大きさのハイエースを、なんとね、ボディーガード、ドライバー、ベストフレンド、ツーガールズが見送りに来てくれました。今からね、福岡空港に迎えに行きたいと思います。あ、送ってもらいに行きたいと思います。それでは行きましょう。ちょっと緊張してますいいの台湾、え、台湾行く、そう台湾経由なんです。今日飛行機が台湾経由で行きます。髪をね、気合い入れてきましたよ。ガオちなみにここにいるのが、成功を収めたナース。こっちがね、社会の子供たちを育ててるブリーダーですブリーダーやねまあまあ、動物とか育てる人。お前と違って俺はクーポーイだ。最後のしない横に休暇を働くありみたいな髪型に、砂浜の上ビジとけるヘレシー、自分のことを自分に聞け、妬みなら無視で向かず次へ。ということで空港着きました。ママです。はい、ということで空港の中着きました。今からね、チェックインしていきたいと思います。今回はね、エバー航空で行きます。台湾経由です。チェックイン終わりました。今ね、並んでます。もうめっちゃ長い感じなんですけど、今回ね、ちょっとなんと僕の相方がね、なんか痛いらしい。お、ゆうくん行きたいなと思ってるんです。行きたい、うん、どこについていきたいな。どこに、カナダ、うん、マジということで、2年前に決まりました。この人ね、キアの大冒険来るために仕事辞めて、来ることに決定しました。 To the top 目指します。ということでね、今日はね、僕とユウくんの友達をめっちゃみんな見に来てくれてます。ありがとう、ユウキくん。ちょっとなんか一言、うおー、一言言って、ちょっとキモいね。帰れよはい、ということで早速出発していきましょう。まずは台湾、レッツゴー。最初台湾。
い、ということでね、台北、台湾の、空港乗り継ぎの間なんと12時間も時間があるので、適当にね時間を潰していきたいと思います。とりあえずねちょっと冒険してみましょう。台北の空港はこんな感じでね、いろんなお店がブロックになってます。これはレゴ専門店でございます。めっちゃ可愛いです。いろんなレゴがあります。結構ね空港のデザインがおしゃれなんですけども、コロナで多分閉まっちゃってますね。見てこれ、なんかね多分 お湯とか水とか出るやつなんだけどコップがない。見てこれ紙袋本当になんかそれっぽくない？うん、こんなん見たことないね。 100cc ってすごいね。あ、長押ししたらめっちゃ出るのね。そういうことね。じゃあいただきたいと思います。台湾の水です。どうやかね。あ、飲みやすい。それえ、なんか薬品臭。嘘やろ。甘っ。マジ？まあ、とりあえずちょっとねお腹空いたので、まあね、なんか食べよう。とりあえずお金を買いましょう。買いましょう。どこにあるかわからんけど、今カナダドルと日本円小銭で1000円ぐらいしかないんで、なんか探したいと思います。なんかいろいろ美味しそうなのあるので適当に食べていきたいと思います。あ、これ完売か。すみません。 Can we get two of these? Okay. And two tapioca milk teas? はい、ちょっとなんていう料理かわかんないですけど、多分これをこれ入れるんでしょうね。入れて、おっそー、いただきます。うわぁ、めっちゃ美味しそう。あ、うまっ。はい、それではね、本番のタピオカ飲みたいと思います。いただきます。マジでうまい。あ、そう。すごっ。なんか空港なのであんま期待してなかったですけど、マジすごいね。なんかね、タピオカが香ばしい。マジ？めっちゃ香ばしい。うまい。カヌで寝てる人たちがいます。飛行機まであと2時間になったんですけど、暇すぎてお腹空いたので、なんかめっちゃ安いうどんみたいな麺買いました。でね、ハイビスカスティー買おうとしたらちょっとお金足りなくて、なんかサービスでくれました。ありがとうございます。ね、めっちゃ優しい。はい、それでは、時間が経ったので今からバンクーバー行きですね。台湾から、バンクーバー行きの飛行機乗りたいと思います。はい、行きたいと思います。マジで友達と電話して遅れるとこでした。Thank you。Let's go。